おはようございます。チャイコ、チェキ会1日目一部の始まりが始まろうと思ってます。髪を巻いております。はい、始めは、やっほー、ことねです。いえいえ、1年ぶりのチェキ会ということで、とても楽しみです。今日の服はこんな感じです。ね、見てください。かわいい。あらかい、入れさまでたー、シールです。今日はかっこいい系で決めてきました。もっと聞いてそう、うん、でも実は聞いてるのアイムよみたいな。私といえば柄でしょと思ったのでゼブラにしてきました。イエーイ。いいね。あのラッパーのですか。ゼブラです。みんながあそこの席にいる。あなたは食べてる。待って、いやいや、うち知らない、うち知らない。見えてる。終わった。マホも準備。今日は来てくれるみんなに感謝の気持ちを伝えながら楽しい思い出を作っていきたいと思います。はい。でね、これからたくさんイベントをやっていくと思うので、うん、皆さん今年はマジチェゴな年になると思うので、お楽しみに期待して一緒に駆け抜けていきましょう。いよいよわしらが登場します。緊張する、マジで緊張する。あ、いいね、香水持ち歩く。ジョージ、誰か。おはようございます。今日は皆さん足を運んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は皆さんと楽しい思い出を作るためにたくさん準備してきたので、いっぱい楽しみましょう。ありがとうございます。1対1の時にいっぱい話します。めっちゃ緊張する。やばい、もう久しぶりにみんな会うので、なんかコミュ障みたいになっちゃうかもしれないけど、いつも応援してくれてるので、今日は感謝の気持ちをいっぱい伝えたいと思います。チェコチェキ会スタート。ということで、一部無事終了しました、はい、イエーイ。みんなありがとう。みんなありがとう。こういう感じでした。ことねちゃんの いいですか。あ、はい、あの、早く行けばいいですか。ことねちゃん30枚で、あ、5枚、あ、10枚、1人10枚だよ。なんでやいの。あ、ちょっとこの人退場でも大丈夫ですか、スタッフさん。ということで、はい。全然例えられてないから。そういう感じで、そういう感じで今みんなとお話ししたり、分け合いしたりしました。はい、ここで、はい、ここで会の時は起きてません。起きてます。全員起きてます。2部はブンブンバーンの衣装なので、せーの、はい、というわけで、はい、2部のかけね、すごい噛んでましたね。2部の衣装はブンブンバーンでよ。ブンブンバーン、ブンブンバーン、いやー、まだ衣装みたいな感じで派手に2部ぶちかましたいと思います。はい、はい、レッツゴー。次回入部始まります。イエーイ、始まります。どうみし、さらか、ことね、まほ、私たちはチェコです。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日の方は、また明日、また明日。せーの。
んだけど、あの、ここでね、今日で終わりじゃないので、はい、あの、また2日目も頑張っていきたいと思います。はい。ラストは、コスプレと、うん、アーシャの肉。はい。で、また、まあ、ガラッと変わった感じ。なので、はい、皆さんお楽しみに待ってください。ありがとうございます。今日は2日目の朝なんですけど、ちょっとやばいです。やばい時間に押しました。パーテーションをアルコール除菌したいなと思ってシュッシュして、拭いたら、なんかすっごいベタベタしちゃって、なんか拭いても拭いても、これ今水拭きしてるんですけど、落ちないからどうしようと思って、でスタッフさんが調べてくれた樹脂。でできてるらしくて、そうアルコールと相性が悪くて溶けてるらしいです。やば。こちらで写真撮る人ここら辺さ空いてくるんじゃない。それもそのベルトの方をこちらの方に入れて後ろにするんじゃない。ベルト。以上現場からでした。今日は1日目はコスプレです。私は学生服です。気になる2人はチャイニーズ、ナーシーズ。皆さん。スパイ出勤前みたいな。私は日本人です。琴音と申します。この度はこの実家に来てくださりありがとうございます。私は今年で24歳になりますが、皆様に幸せと感動を与えられる YouTuber、そしてアーティストになりたいと思うので、応援よろしくお願いしますって言ってます。はい、続きまして、ナースさん。実験前のナースさん。ナース。今日はたくさんの患者さんを落としたいと思います。てな感じでやっていきたいと思います。今日も一日頑張ります。ちなみにはるかはなんかハリーポッターの学生服みたいなやつにした。それしかなかったから。ということで楽しみたいと思います。はるかさん何をしてるんですか。ハリーポッターのベストが割とちっちゃかったんで、騙したいようにしたいと思います。こっちバージョンもある。数分前もそれやってました。はい、ということで支度が終わりました。どうですか私のチャイナ服は。ティンティレテ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 テン。わー、やば。我是日本人。再见。マホは2日目はナースにしました。いえ2日目の一部スタートします。楽しもうねみんな。真っ白ですけど。OK、 すいません。あーいいね。アルコールの調子は。アルコールでこれやばい。見てきて。まだあるよ。はい。これやばいやばい。ベタ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 。みんな可愛いって言ってくれて幸せでーす。嬉しいでーす。ペロペロ。こちら。こちらみんながくれたプレゼントでーす。配信動画をまた撮るので。時を楽しみにしててください。こういうのとか、見てこんなでっかいのも。あとねブーも。ブー。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがたいことに一部終わったんですけど、ランチ期が終わってしまいまして。一人50枚撮らないといけないので、ちょっと撮影したいと思います。はい、それでは行きまーす。はい。はい、ガチャ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 。
150はいったでしょ。150いきます。はい、カシャ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 セリフ言ったらカシャってやる、うん、はい、あなたの心を治療しちゃう。おいおい今絶対今度は本当に今度は本当にじゃないで本当にやめて、うん、あなたの心を治療しちゃう。そう、待って、すごいキモい。何これ、これまだ薄いんですけど、色が薄くない？シナモン余韻に浸ってる、余韻に浸ってる、うん、どうでした感想一部。でもめっちゃなんかもう嬉しい、うん、本当にうちなんか、うん、そのブレザーで来てくれたら、うん、カリカノで撮れるよっていう話をしたら、うん、あの結構そうみんな来てくれてて、うん、しかも水色とか青とかのリボンとかがあってすごい嬉しかった。あ、本当の学校の子とか、じゃ本当の学校の子はほとんどだったよね。え、そうそうそう、いたし、可愛くない制服。そう、お姉ちゃんが描いたとか、もうマジで、しかもちっちゃい子が来てて、うん、マジ可愛い、超可愛かった。本当に可愛いし、ママも可愛いし、なんか嬉しい、本当になんか心が浄化される。うんね。っていう感じです。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。照明が漏れないので、ナスこっち行っていいですか？ああ、わかりました。まさか、あんまりついちゃいけないよ。確かに、めんどくせーみたいな顔。もうちょっと後ろ行ってもらってもいいですか？ちょうど、ちょうどあの…ブレンクでもこれ微妙でしょ。あー、待って待って、めんどくさがってる、めんどくさがってる。今日は結構患者見ました？実を言うとですね、うん、自分がナースということを何度も何度も忘れてしまって、なんか男の子のファンに、ね、こんな姿してるの。男の子のファンに、あの、あ、待って、今日ちょっと心臓が痛いみたいなから言われたのね。で、え、大丈夫？大丈夫？ってか、なんかすごい不安なこと言っちゃって、本当に申し訳ない。で、なんか、すごいなんか、あ、大丈夫？みたいな感じで、なんか、自分がナースってことを忘れてて、男の子の違うな、心臓痛い、心臓痛いって入ってきたの。え、大丈夫大丈夫みたいな感じで言って、なんか、うん、大丈夫って、ね、なんか気まずい、なんか気まずい感じになって、それでなんかこうやって一個やろうとしたら、あ、ごめん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 、ごめん、マジでごめんって言って、申し訳ないことを何回も何回かしてめっちゃいいじゃん。やってるんで、これ何を覚えてない、覚えてない。それ持ってないから。どうぞサボり気味だな、マイク。あ、いいね、かわいい。こんにちは、ニーハオ、シキセイ。答えの口直って、うん、違うもん話すよ。今日は本当にありがとうございます。私はこのお団子をあの服とお揃いでやったんですけど、みんながかわいいって言ってくれるのか、細いって言ってくれるのか、本当にびっくりって言ってくれるんですね。もう感謝感激で、もう頭からどっか行っちゃうよ。どっか行かないでください、カメラさん。マイク、カメラ、あ、マイクだった、マイクだった。マホだ、カメラ、マホだ。今持ってなかった、今カメラ向けられた瞬間こうやってやったよ。見受けられた瞬間こうやってやったよ。あれ、カメラさん、あれ、カメラさん、マイクもついてんの。あ、もう刺さってる、大丈夫。はい、本当にね、今日はなんかあの、こうやってね、みんなが遊びに行ってくれて、雨、私、雨女なんだけど、日本語喋ってない。ダメだもん、日本語。なんですけどって言って、口が。口が。なんですけど、言っちゃって、言ってたよ。じゃあ、どうぞ、自分で。どう？なんで？ひどい！ひどい！めっちゃ投げやり。どうぞ、自分でも、どうぞ、自分でって言ったよ、今、自分で。今さ、なんでやってんのかなって思いながらさ、どうぞ、自分で。どう？はい、ということで2部です。めっちゃ光ってる。しかもナースとはこの服でしょ。そうね、そうです。ダメっすね。ピンクモンスターです。はい、ちょっとピンクがいっぱいな気持ちです。ハーフツイン可愛い。本当ね。はるかは青、うん、青モンスターです。
あのモンスター。目が、うん、すっごく重いの。肩こり。リュック背負ってるみたいな感じ。そんなに重いんだ。うん、めっちゃ重い。私は全部ピンナップです。でもマジでこのズボンいっぱい履いた方がいい。かわいいよね。おしゃれ事も言ってくれるんだけどね。うん、なんかちょっと、なんか白 T とかでいいじゃん。白 T でインしてさ、ダボダボってもかわいいし。ダボダボじゃなくてもかわいいし。この靴を履かないと似合わないんですよ、このズボン。ということで、私のファッションショーは終わりです。はい。じゃあ、頑張りましょう。はい。はい。ファイティーン。ファイティーン。はい、ということで、2部の一番最後、最終日。やっていきます。頑張ります。わぁ、ということで、1回、2日目の最終日やっていきたいと思います。はい、最終日楽しんでいくぞ。これから最後一生懸命頑張ってって最後の年にするので
皆さん本当にこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はみんな本当に幸せな一日にしてくれて本当にありがとう。チョアがチェゴに支えられてるって言ってるけど、チェゴがチョアに支えられてる部分もたくさんあるので、今日感謝の気持ちをたくさん伝えられて本当に良かったです。本当にこの2日間もう超元気もらったので、皆さんがなんか結構どれだけチェゴの動画見て元気もらってるかとかすっごい教えてくれて、さらにもうやる気倍増したので、これからもたくさんみんなが喜んでくれるような動画、そしてイベントとか開いたりしたいなって思ってます。プレゼントたくさん皆さんからいただいたので、その開封動画も動画あげますので、そちらもぜひ見てください。ということで、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録、そしてあとはチェキ会行きたいなと思った方もチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ということで以上。